あ、あの大西側から行ってるってことね。大西側からそっちに向かってるってことね。あ、腹減った。家帰ってなんかまた食おう。なんか漁回りさん多いよね。まあありがたいんだけど、うんね。バナナ98円。変な、この曲流れてもすごいんだけど。やっぱり町田発祥らしいよ。だってこれ町田発祥の曲だもん。大西側から向かってる。あ、いた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 。屋上に人がいっぱいいるから何だろうと思って気になってた。しかもなんか若干柵ないところに集団で行くから怖っと思って。あれ何だろう。いや、まあ、あそこのビルの社員であれじゃない、タバコかなんか吸ってるとかそういうあれじゃない。いや、なんか見てんじゃない、研修。あ、ビルの人だけどフットサルとかはちょっと思えなかったかな。柵ないからそこ立ってて怖くねとか思って。帰ろう帰ろう。しかも風強いし、あのお姉さんようあそこ海乗り出せる。超怖いんだけど。無理なんだけど。あそこ昔普通に行けたんでしょ。今は行けないと。でもようあの見るあんなとこから海乗り出せるよ。万が一滑ってたら即死やで。あれ行けないよね、あそこ。行けないと。うん、屋上自体行けない。トサルもないと思う。屋上だってあの位置だって完全に地面じゃん。乗れないから。超怖え、あの女の子よく身乗り出せるよ。うんちょびして帰った。女の子がいた。おばみ。ですか。顔をキュッキュしてあげるんですか。まあまあ、明日？今日？今日は行かないよ。帰るよ。疲れた。そしたら今日どっか行きたかったの。うん、うん、もう酒飲むから多分。これ酒ださい。はい。何何。何が？はい。ああ。うん。お腹すいた。ちょっと腹減ったよ。安っ。バイク110円とかね。超安い。値段が110円。
今楽天ペイってのできたからそっちのいいかもね。ただまだ使えないでしょ、そこで。あのダイソーとか使えるのかな。ペイペイ先に使えるようになっちゃったもん。ないよね。朝から。なんかそれでごめんなさいとか一言ぐらいあってもいいじゃねえかって。すげえ綺麗だもん。朝からそれずっとやってたから。え、何時頃みたいな。おい、ポン。ポピー、行くぞ。A みたい、 A じゃないよ。A じゃないよ。はい。てるるるる。もう帰ろう。腹減ったよ、もう。明日から僕は2となるんですけど。明日から僕は2となります。さすがにこれ戻ってまたゲーセン行きゃ嫌だよ、さっきのやつ。え？なんか早く帰ろうって言ったらちょっと出かけたくなる。今？いいよ。いいよ、行こう。腹飯食ったろ、さすがに。うん？ご飯ある？よっしゃ。だって全然残ってなかったじゃん。じゃあ鼻くそ食べて頑張ろう。ポプのチュール、やめろよ。ポプのチュール、ポプのチュール、そっちからよ。ちょっとポプのカリンドとかにも食べる。仕事頑張ってきてさ、晩飯ポプのカリンドとかさ、お前何したの。